いやーどうも。ああ校長先生、わしの森村企画調査部課長の。どうも教頭の。早速施設を下見して整備計画の叩き台を。明日村長と会合をもちまして甲子園への全面支援を。何分村の財政も苦しくて。それは本校も同様に。どうもご苦労様です。お女子マネージャー。ええ一気に3人も。見学に来たのかしら。はい、こちらどうぞ。見学用の席用意してあるのよ。ありがとうございます。これに記入してほしいんだけど。大丈夫、いっぱいいるから。あ、はい。備前大輔くん。はい。こちらはまあちっちゃい字ね。小鹿陽太郎くん。はい。中学は東京都練馬区。二人とも。はい、同じ中学でリトルリーグも同じチームです。どうしてここへ。細越さんからわしの森へ行けと言われました。細越ってあの慶応のピッチャーの。はい、リトルリーグの先輩なんです。進学先相談したら慶応よりここがいいと。トイレぐらい一人で行けよ。河合さん、案内してあげて。あ、はい。もうしょうがねえな。備前って子はいいとしてももう一人の方はちょっとね。黒さん一気に全国区だね。 N 中の堤や S 中の立部も見に来たって言うじゃない。どうかな、有望な選手ほど当てにならねえよ。晩秋、そして冬、わしの森グラウンドも雪に包まれた。練習の合間に除雪のアルバイトで汗を流し、その金が自分たちの血となり肉となった。少年たちは着実に大人への道をひた走っている。こうして一つ目の缶がいっぱいになった。